ございます。あ、起きた。おはよう。聞こえる音的に野上さんとビーナッツくんが片付けしてくれてる。優しい。ありがてえ。巻き回ってそうだよね。うん、その音聞こえる。巻き割ってる。すげえな。朝から巻き割りの起きる朝ってある？絵本やん。ないよね。ないよ。絵本やで。みなさん、フチー、アオイです。こえよ、ヨーブラザー、キーカノジョーでーす。はい、こえちー、おはようございます。こだよー、先生、ピアスケ、ジャッケ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。2日目の朝でーす。いや、みんな、だいたい時間通りに起きれましたね。え、ありがとうございます。それでいいですか？すいません。9時ぐらいから起き始めて、10時までにはって言ってて、二人ともぴったり10時です。よっしゃー。ということで今日は今から何するんですか？今日はですね、今から朝ごはんを作ってからいただきまして、はい、そこから秋のクラフトをやりたいと思いまーす。よっしゃー。とりあえずこの動画では朝ごはんとサウナをやりたいと思いまーす。あ、サウナやるんや。すごっ。またサウナ行きますよ。よっしゃー。入ったよ。朝サウナ最高だ。今もうポンポコちゃんがめちゃくちゃ衝撃的な顔をしてますけども、朝サウナなんか入ったよ。目覚め良かったんじゃない？その噂はごめんなさい、ちょっと体感できなかったごめんなさいね。ちょっとやっぱそのサウナの様子はポンポコチャンネルの方に上がってますので、ぜひぜひ見てください。はい、はい、ということで、じゃあ今から朝ごはんの準備しましょう。朝ごはん、牛の肩ロースをマーマレードを入れた特製ソースで煮込みます。何ですかこれは？これ牛肉。海外でしか見たことないレベルの。初キャンプやけど勝手にこれを飲むイメージ持ってます。この汁気がなくなるまで煮込んでいきます。片方にマスタード、片方にマーマレードを塗っています。果たしてどんな味になるのでしょうか。全然想像つかないまま。先ほどのお肉にですね、チェダーチーズ、モッツァレラチーズ。うわー、えぐー。絶対うまいやん。海外料理。キューバ。キューバ。あとはバターを塗って両面ハサミ焼き。やったー。うわー、うまそう。うまそう。開けるよ。うわわわわ。うまそう絶対。じゃーん。切りたい。めっちゃいいんじゃん。めっちゃ良さそう。めっちゃいい。じゃあこれ半分に切って、はい、盛り付けしていきます。はい、できたー。美味しい。何料理ですかこれは？これはキューバサンドです。初めて。キューバサンド。そう、知らねー。管理人さんにいただいたパイナップルも切りました。ありがとうございます。パイナップルいただきました。パイナップル丸ごと一玉。また。いやね、ピーナッツくんめちゃくちゃ頑張ってくれたから。そうなんですよ、結構その死の思いでキャッチボールしてたんで響かせてたよね、BGM。 あ、そうだった、めちゃくちゃ良かった。やっぱ料理に音を聞かせるっていうのは大事なんで。ありがとうございます。じゃあみんなで食べましょう。やったー。それではいただきたいと思います。のじさん、ありがとう。どういたしまして。ありがとうございます。せーの、いただきます。すごい最高かて。え、いいんですか？キャンプの朝ごはんホットサンドか。キューバサンド。やば。憧れな、あのなんか挟むホットサンド。挟むやつやってみたかったんよ。いただきます。いただきます。うんま。うんま。うわ。お店みたい。めちゃくちゃ美味しい。マーマレードめっちゃ美味しい。初めマーマレードだけど、あとマスタード。うま。チーズやば。うま。マーマレードとマスタードの量の感じはブラザーですから、うん、バッチリです。いい感じ。すごい。あん、いい感じ。ビッチいい感じ。新曲が置いてあるの。いい感じ。カタカナ。そんな新曲あんの。あー、何？理性失う。朝から整い始めてる。昨日の夜も理性失って。理性失う。コーヒーうま。うま。レタスにこれ。おい、なんでもかけんな。レタスに掘りにし行ってる。ちょっとレタスを掘りにして食べれるのか検証する。全員これレタスにかけてほしい。かけてから。やばいよ。サラダ。レタスうま。
なんかオリーブオイルのサラダの味になった。あ、うまうまっ、鶏にしレタスうまっ、うん、うまっ、何かけてもうまいっすって顔。あー、これは理性失う。マジか、コーヒー、これコーヒーいったら理性失うわ。あー、うまこれブラックでいいんだわ。うまこれはブラックでいいわ。ブラックでいい。うん、あんな中途さん、今日はブラックでいいとまっすぐ思えた。すごっ。飲めるもんだね、こういうとこ来たら。環境がポンポコちゃんを変えつつだ。いや、飲めないけど、ブラック何の映画で見たんだろう、キューバさんの。美味しそうやな、面白いな。シェフ。シェフや。エグ。フードトラック始めました。はい。この映画、一番、ほぼ一番最初に確かこれ作るシーンだよね。そうそうそう。マジ見てもそこだけ見てほしいです。見たい見たい。すげーうまそうやんな。フードトラック。めっちゃおもろいし、何よりマジでうまそう。これか。忘れられない。お父さん、フードトラック始められますよ。始めます。始めようかな。子供はそのスマホ触れるから、ツイッターでバズさせていくんですよ。子供のおかげで売れていくっていう成功ストーリー。全部それちょっと見てみたい。あらすじだろ。今全部言った。うわぁ、うちらそのツイッター役やるんで。めっちゃいい。インフルエンサーめっちゃかけてる。めっちゃいいよ。自分でできるだろう、ノブさん。どんな感じでした夜。よかったよな、こっち。本当にすごかったよ。本当に星空が近くて。宇宙かと思いました。うん、全然違った、数がもう星の数が満点だったよね。そう、曇り一つない。雲晴れたんや。なんかさ、下でちょっとズズブつぶつぶしてたやん。うん、それが上行ったら、うん、もっと雲からが白い点々点で増えて、そんなに見えるんだ。うん、ね、テントから見えんの。しかもほこう寝ながら顔出したら見えるの。そう、秒で寝た2人。秒で寝ましたね。野嬢さん布団取ってってましたよ。え布団意外そうやつ。そうでしょ。共有布団だったけど。意外なギャップでいいな。こう寝返った瞬間に、ズルズルズルって。そう、僕、上向いて寝ちゃうと、いびきが出るから、左に、寝返りを打っていっちゃうのよ。いや、左に持ってっちゃってた。持ってっちゃってたんやん。捕まえた。いや、問題ないっす。どうしても星の写真撮りたすぎて、スマホで。うん、キモ2人で、なんてまだまだやれることあるなってもう入っちゃってて、寝るのもったいないわ。ゾーンやな、完全ゾーン。多分あれ、星が消えて朝日が来るまで見つめてられたよ。怖っ。だんだん明るくなった。めちゃくちゃ歌詞っぽい今の。星が消えて朝日が出てくるまで見つめてられる。どういう反応。やばい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 、怖っ。人間パイナップルめちゃくちゃ甘いよ。そう、ありがとう管理人さん。ほんまになんか用意してほんまに優しいな。今回マジでタコスク、タコクセキ、タコクセキね。確かに昨日の晩も全部タコクセキやったもんね。たまたまよね。たまたま。ちょっとなんか贅沢しすぎたな。うん、ちょっとバランス取んないと。なんかみんなで無人島行きますから。ああ、そうだね。サバイバルしないと。バランス無人島行きますか。じゃあ無人島、いや、もっと体張っていいな。ビワイチ、バケアシュビワイチ、ビワイチや、ビワイチね、ビワイチや。みんなとか2周目になっちゃうから。いやいや、僕はもうすでにバランス取得済みなの。もう期限切れてるよ、それ。えした秋を感じて、はい、芸術もし、芸に片付いて汗をかいて、はい、はい、これからサウナ、サウナ、いや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 、また行けるな。なんてこった、最高だ。いや、しかしサウナというか風呂あるもんね。そう、それはそう。入りたい。めっちゃ汗流したい。サウナしか入ってないから。もうピーナッツ君風呂入る格好になってるからね。早いって脱いとるやん。気が早いわ。入りますよ。今日は怖くないだろ。昼間は怖くないだろ。ということで、じゃあ今から向かいましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。しゃあ、泥だらけ、汗だらけだって。本当に泥だらけ。泥だらけですわ。いや、最後のサウナかかし。意外と早かったね。早かった。そう、なんかもう職人が女つく。いや、マジで。きっちゃけだった。片付け早いタイプですよ、全員。最高。足片付け、いかに時間短くするかに人生かけるタイプですよね。人生かけるのよ。マジで初めてやったのに、設営を言うても3、40分合計で、片付けを言っても10分、15分やったよね。15分やった、完璧。マジ買うのも選択肢のうちだな。うん、あんなに手軽ならね。いや、よかったからな。前まででいらんローソンに入ったけど、ちょっといる説ある。おっとマジか。めっちゃよかったな。いやー、しかしオーナーさん生きてた。めっちゃ生き
人だった。結構違うテーマ。ね、なんか他のお仕事マウンテンシリーズあるんですよ。ね。他のところも自由なんだろうね。もっと広いとこだね。屋上ぐらいあるとこ行きたい。蔵王。まあ蔵王。山形県。山形だね。山形。いいな。もうサウナ入んないでしょ。フルでいいでしょ。入るでしょ。入りますね。入って。青ちゃん一人で入ってきな。どうしようかな。入ってみようかな。サウナ入ってみようかなって言い方されたらうちも入ってみようかな。俳優がうまいわ。入ってみよう。普通の温泉なんか。いや、この辺にあるんですか、温泉が。道の駅にサウナがついてたっていう。道の駅でサウナがついてる。そう、で温泉もあるみたいな。道の駅、サウナ付き道の駅という情報を得たが。嘘だろ。温泉休業中。嘘だろ。嘘だろ。大変。足湯営業中。ということで道の駅スルーでーす。